ウルトラマントリガーで主人公真中健吾を演じます寺坂頼我です。皆さんよろしくお願いします。はい、真中健吾はですねすごく優しい心を持っていて明るくて気さく天真爛漫な青年なんですけれども、真中健吾です。みんなを笑顔にしたいというその夢、スマイルスマイル、まあ、自分のその志には熱くなれるような、よいしょ、日常と戦いではギャップが見せられるようなそんなキャラクターとなっています。いやもう本当になんか夢のようなドッキリかと思ったぐらいな感じで、オーディションで今回真中健吾演じさせていただくことになったんですけど、この世界に入ったのがヒーローになりたくて夢だったので、その夢が叶ったんだっていうのでめちゃくちゃ嬉しかったです。よりヒーローとしてみんなに逆にこう夢を与えられるように頑張ろうと思いました。僕はそよ風タイプです。お願いします。なんかこう優しさをモットーに日々過ごしているので、そよ風のごとく優しい健吾ライガーよろしくお願いします。僕がこうアクションを起こしたことで誰かにこう笑顔になってもらえた時に一番僕も心から嬉しくてこう笑っちゃうというか、そういう瞬間ですかね。はい、僕自身ですね、皆さんにとってみんなを笑顔にしたい、笑うきっかけに、この作品が皆さんが誰かを笑顔にするきっかけになれたらいいなと、絶対に皆さんの期待に応えられる作品だと思います。スペリア未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー、引き金は僕だ、準備はいいかい、ブナティガブナティガブナティガ、Yeah Yeah ブナティガブナティガ、ウルトラマントリガーいよいよ明日放送スタートです。皆さんお楽しみに。スマイルスマイル。